メロディーがちょっと続く感じだとしても曲の終わりの感じは出るじゃないですか。と思って、だからその変形ブルースだと思って弾けばいいのかなと思ったんですよ。そうですね。そうかもしれません。これもし、ちょっとあんまり聞き込んでないからわかんないけど、ブルースだったら2回テーマやるじゃないですそうか。かそうか、はい。そうだとしたら、これは続く感じでもう1回また、もう1回やってるんですかね。12小節ってことは短いから、2回テーマやってワンコラスみたいな形で演奏することが多いのかかもしれないですね。な。ちょっと他のやつを聞いてみないとわかんないですね。まあ、やりましょう。ワン、ツー、ワン、ツー。もう一回ね。これ、アウフタクトにしちゃ、妙に長いアウフタクトですよそうね。なんですよ。だって、まるまる一小節あるんだそうでしもょ。ん。変ですよね。アウフタクトって考えないで、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォーで入りませんか。じゃあそこのコードが書いてないところから私が弾くっていうことですか。弾かなくていいですけど、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。っていうふうにやるってことでそす。れでいいですよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。
感じ、バシッっていう感じ。え、バス、バシッってなりましたね。バシッ、最後こう鍵盤をこうバシッっていう音が、ああ、まあマイクが拾っちゃうから。ああ、そうですか。ああ、マイク拾っちゃうんだよね、うん、やっぱこっちは相当感度いいんですね、マイク。そうなんですよね、この ECM は相当感度がいいから、うん、僕にはその楽器の音しか聞こえないんです、ほとんど聞こえないんですけどね。でも一応自分が喋ってる声もヘッドホンで聞こえてますよね。ええ、聞こえますよ、うん、例えばこれでピアノを絞ってしまってこれですよね、うんうんうん、まあまあ、いや、頑張って弾いたなっていうだけの感想ですから。あ、そうですか。それがうるさいとかいうようなクレームではないので、はい、これで本当にそのカフスイッチみたいなのが、あ、そうなんですよ、ね、あればいいんですけどね。でしょ、結局私が辿った道を辿ることになるでしょ。この辿った道を辿るとどうなんでしたっけ、カフスイッチを作るんですか、買うんですか、うん、いや、作るとトランジスタの回路になるし、うん、買うと、業者用の10万円玉しないけど、はいはい、何十万円になるので、うん、今私が考えているのは足元にペダルそうですね、パドルスイッチがあるといいですね。スイッチというかペダルボリュームっていうのがね、あるんですよ。あるんですか。ギタリストとかベーシストとかエレキベースとかやるときに、うん、ソロのときにこう音を前に出したいから、うん、全体的なマストアボリュームをこう足でこう操作できるみたいな、うん、沸騰ボリュームみたいなのがあるんですよ。で、私もエレキベースを一生懸命やってたときに、それを持ってるので、それをマイクの出力のマスターボリュームのミキサーに入る前につなげれば、そこで一気に解決ですよね。そうですね、右足で多分ピアノ のペダル操作とかができるんで、それでいいんですか、はい、そこで。それはマイクのレベルでもいいんですか、あと何だっけ、給電できるんですか。それは単なるボリュームであって、そうですよね、給電はできないので、そのボリュームの前に、ね、バイアスをつける電池が、うん、はい、電池をつけるか、まあ、あとはなんか電源回路をつけるかは必要ですけど。そうですね、はい、まあ、でも ECM って相当長い消費電力が少ないから長い間持つので、うん、大丈夫は大丈夫なんですけど、全然気にしないでずっと使ってるといつの間にか切れてるから、なんで音が出ないんだみたいなことが起こっちゃうんですよね、はい、そこが問題だから、私は全部こう電源から作りたくて、いろいろノイズと戦ってるんですよ、うん。それはね、むちゃくちゃなんかこう大変そうだな。ちょっと話変わりますけど、今、はい、演奏中ネットディレクトの画面しか撮れてませんでしたね。あ、はい、配信してませんでしたね。配信はできてるわけだな。ああ、録画でいいんですよ。配信すると、いいですね、はい、重くなっちゃってまたカクカクで。配信じゃなくて、うん、スマホには映ってなかったということです。え？うん？いや、スマホはずっと演奏中この画面だったっていうことです。いやいや、アリナミンさんの手を見てたような、見てなかったっけ。あ、見てなかった。そうか、譜面を見たからか、うん、譜面を一生懸命見て、うん、ああ分かんなかったかもしれない。ええ、まあ後で動画見てください。はい、それでこんな曲だっていうことは分かりました。で、スカイプの方は、はい、これ通話したら通話で終わりだから、スカイプの画面は録画できないですよね。そうですね、別にあまり。後でもし動画としてくっつけるんだったら OBS でちゃんとこれも映ってるから、手元も映ってるから、うん、問題はないんですよね。はい、問題ないですよ。問題ない。僕も別にその顔見て、うん、演奏してないですから。もう一回とか言ったじゃないですか、はい、テーマを、はい、ああいうのがいいですよね。このパッとマイクがついてるから言えるし。マイク？ネットでやっとです。はい、ああ、いいんじゃないですか。いいですよね、はい、そういうところは便利な点ですよね、マイクがついてて。まあスカイプはだから必要に応じて使えばいいんですよね。そうなんですよね、私がこうやってほしいだけなんですよ。この曲どう思いました、やってみて。変な曲ですよね。変な曲なのと、ブルースだと思ってしまうと C から F に行きたくなるし、 C から F、 一番最初の一小節が C で、普通のブルースだったら1、4に行くじゃないですか。そうですね、そうですね。それがなく C のまま行って、うん、で5度マイナー G マイナー7に行って、はいはい、みたいな。そうですね、ちょっと変わってるので。変わってますよね。そこをうん、
そこの F7 が2小節つながるのは普通のブルースと一緒だと思うんですよ、うん、そうですね。ほんで Em7、A7 になるじゃないですか、はい、でその後が Dm7 フラット5の G7 になって、はい、C になるじゃないですか、はい、でここの Dm7 フラット 5G7 っていうのは普通だったらマイナーに行く251の2が Dm7 フラット5なんだけど、最後の C っていうのはこの曲はもうブルースっぽいからマイナーでも、メジャーでもいいみたいな感じだからそこは Dm7 フラット5になってるってことですかね。そうですね、うん、そう考えると、うん、今度はその前の Em7A7 っていう一小節で2回あるじゃないですか。そこも実は私は Em7 フラット5を弾きたいなという気分になってしまうんですよ。まあそれでもいいですけどね、うん、特に次が Dm っていうマイナーコードだからうん、マイナーに行く2-5みたいな、まあ、うん、そこはどうか感じますか。しつこい、これがメロディアスなね、うん、曲だったらそうなんでしょうか。これブルースだとすれば、うん、ここはむしろ、うん、E7A7 にした方が、あだからね、はい、どうやってるかっていうと、はい、そのコードは何ですか。今弾いてるコードは C ですね、はい、例えば僕のリクエスト通り、はい、Em7 フラット5にするとすると、はい、今 A7 それが Dm7 フラット5っていうふうに言ってくれないと分かんないんだ。あ、そうだ、もう一回いきましょうか。はい、C ですよね。C ですね。はい、で次 Em7 フラット5いきますね。はい。おお、いい感じですね。それが A7？ はい、そうです。A7、はい、シャープ11です。はい。Dm7 フラット5です。はい。G7。G7 です。はい。ナインス、フラットナインス、シャープナインス、うん、そのジャンと弾く頭でこうコードを言ってもらえないと C です。注文が多いなこいつ。ほんとほんと。でこれ C ですね、はい、でこういうふうにね、はい、メロディアスな曲だったら、はい、なんとなくまあ、うん、結構いいと思うんですけど、だと、はい、あまりEm7 フラット5っていうのはまあいいんですけど、あまりちょっとそのコードを弾く頭で C いませんと言いながらちょっと、うん、あまりマルチタスクになれて、ああなるほどなるほど、 CEm7 フラット5 A7 Em7 フラット5 G7 GC、難しいねこれ。やっぱり同時進行で喋りながらピアノ弾くと超難しいです。喋りながらピアノ弾くのが難しいですね。ええ、それは難しいので、訓練が必要ということですね。っていうかね、私が思うっていうことは多分ジャズ初心者の人がキーボード弾ける人はいいですよ。あ、ここで今変わったなっていうのが分かるけど。いやそれは分かりますよ。分かるかな。おっしゃってることはよく分かりますけど、うん、それは人間の能力を超えてるっていうか、まあ、少なくとも私の能力は超えてるんで、あ、それはじゃあもしそこが大変難しいんだったら、うん、動画の時にそうですね、あ、付け加えればインポーズでいいですけどね、はい、C、だからアフレコすればいいだけなんですけど、なるほど、うん、まあ別にだから否定はしませんけど、はい、よくあるパターンかっていうと、うん、そうでもないだなっていう、これはブルースだと、ブルースが好きな人がやる曲だと捉えれば、うん、Em7 フラット5にするっていうのは、うん、まあ一つの方法ではあるんですけど、特に好まれる感じではないかなと思いますね、うん、むしろ E7 にいた方がいい感じ、うん、そう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 、全部セブンスにしてブルースっぽくなると、はい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 、そうです。
途中言われてた、テンションシャープイレブンスでしたっけ、はい、とかシャープナイスフラットナイスです。ですか。イレブンは出てこなかったでしたっけ。イレブンは今のところ行ってないです。初心者的質問をしてもいいですか。はい、シャープナインスは、はい、炭酸度の音と一緒なんですけど、え、あ、シャープナインスはね、はい、シャープナインスは炭酸度と同じです。同じなんだけども、はい、シャープナインスってわざわざ言うっていうことは、コード自体がメジャーな時に使うからっていうんですか。いや、フラットサードって言っちゃうと、はい、本当にフラットサードを弾いちゃって、はい、むちゃくちゃぶつかる音になっちゃうじゃないですか、はい、こうなりますよね。それは何のことですか。例えば C セブンス弾きますよね、はい、C セブンスのフラットサンドってここですよね、はい、そうするとこう弾きますよね、はい、これテンションっていうよりはただの不協和音になっちゃうので、はい、でフラットシャープナインスにすればこうなりますよね、はい、あるいはこうなりますね、はい、まあこう弾くとなんだか分かんないけど、はい、こう弾けばああなるほどって思うじゃないですか。 ローインターバルリミットみたいな考え方ってことですか。不協和音になる、あ、まあそれとはちょっと考え方は違いますけど、はい、まあ、不協和になるっていう意味では同じですね。私の質問は、はい、そのシャープ9っていうテンションは、はい、メジャーのコードの時にしか出てこないのかっていう、ああそういうことですか、ことも聞きたいんですよ。メジャーのコード、例えば今のは C だったから、はい、マイナーじゃないからシャープ9って表現するけど、 C マイナーの時のシャープ9は C マイナーシャープ9とかいうコードもあるのかなとかいう、ないと思いますね。だって同じ音だから。なるほど。それはまあ推し的な通りで、なるほど、1個解決した、はい、シャープ9っていうテンションが出てきたらそのコードはメジャーのコードっていうことですね。メジャーセブンスですよね。ああなるほど、ほぼ間違いない、うん、セブンスも入ってテンションも入ってると、はい、でまあ別にそうとも限らないですけど、限らない C プラスシャープ9だとこうなってなんだか分かんないコードじゃないですか、はい、うん、変ですよね。なのでシャープ9が出てくるのは、はい、C で言えば C7 足すというかシャープ9、そうですね、プラスシャープ9です。はい、だいたい変なコードが、変なテンションがついてるのはもうみんなセブンスだと思う。ドミナントセブンス、はい、逆にメジャーセブンスにシャープ9がついてるみたいなことあるんですか。ないです、ね、どうですか響きは。変ですよね。え変ですよね。まあ、地震の警報音にはいいかもしれませんもともとそのメジャーセブンっていう、なんとかメジャーセブンっていうコードが綺麗に響くコードだから、そこにわざわざ変に響くのを持ってくる曲っていうのは少ないってことですね。そうですね。なるほど。おお、疑問が1個解決していったぞ。なるほど。あとイレブンスとかサーティンスもまたあるんですけど、はい、またそれが出てきたときにお伺いしたいんでさっきみたいに、はい、弾いたコードはこうだけども、シャープ9を弾いてるよみたいなことを言ってくれると、また疑問がこう解決できるきっかけになるかもしれないんで、またお願いします。はい、シェリルについてはこんな感じですかね。はい、ここ何だったっけな、イントロじゃなくて何とかも表示するっていう、なんかマヌエモコスに表現があったんですよね。でやっぱり、しかもまあ12小節だから、2回テーマをやった方がしっくりくる感じですよね。そうですね、うん、もうブルースっぽい感じで、変形ブルースみたいな感じで捉えればいいんですよね。はい、チャーリーパーカー自体もそんな感じで弾いたし、多分そうですね。次はチキンなんですけど、ちょっとエレキベースで弾いた方が、はい、弾
きやすいし雰囲気も出るので、はい、エレキベースを持ってまた向こうの部屋に移動していいですか。はい、どうぞ。